薄雲は日本海軍の駆逐艦、吹雪型駆逐艦の7番艦、運休の1隻。当初の艦名は第41号駆逐艦。この名を持つ日本海軍の艦船としては、篠の目型駆逐艦、薄雲に続いて2隻目。駆逐艦薄雲は日本海軍の駆逐艦、吹雪型駆逐艦の7番艦、徳型駆逐艦の運休とされることもある。 建造時の官名は第41号駆逐艦で1928年7月26日に竣工し同年8月1日に薄雲と改名された。同日府で第12駆逐隊が新編され翌年5月10日には姉妹艦村雲の編入により定数4隻となった。1933年2月1日から同年11月15日まで薄雲は 第20区逐隊に所属した。その後は、再び第12駆逐隊に所属した。日中戦争に従事中の1940年8月15日、中国大陸沿岸部で嫌いにより損傷する。第12駆逐隊から除籍され、舞鶴防備隊付けとなる。舞鶴海軍交渉で修理中に、太平洋戦争開戦を迎えた。1942年7月31日、 修理完了。薄雲は第5艦隊に編入されて、北東方面に進出し、第6駆逐隊や第21駆逐隊に臨時編入された。1943年3月下旬には、アッツ島沖海戦に参加した。同年4月1日、薄雲は第9駆逐隊に編入された。第九駆逐隊は、第一水雷戦隊下となり、引き続き、 千島列島やアリューシャン列島方面で行動した。7月、第9駆逐隊は、キスカ島撤退作戦に従事した。1944年3月31日、第9駆逐隊は、第18駆逐隊に改編された。第7駆逐隊とともに、千島列島方面輸送作戦に従事中の7月7日、エトルフ島近海のホーツク海で、薄雲は、米潜水艦、 スケートの魚雷攻撃を受け、沈没した。1926年9月29日、建造予定の駆逐艦4隻に、それぞれ、第37号駆逐艦、第41号駆逐艦、第42号駆逐艦、第43号駆逐艦の艦名が与えられる。同日府で4隻は一等駆逐艦に類別される。第41号駆逐艦は、東京石川島造船所で、 同年10月21日に寄港。1927年12月26日に浸水。1928年7月26日に竣工した。第41号駆逐艦の建造スケジュールは姉妹艦3隻とほぼ同一だった。7月26日の竣工から間もない1928年8月1日府で、第41号駆逐艦は薄雲と改名される。 また、同日府で第十二駆逐隊が新編された。同年十二月十日、第十二駆逐隊は第二艦隊霊下の第二水雷戦隊に編入された。1929年5月十日に姉妹艦村雲が巡航し、同日府で第十二駆逐隊に編入されて定数四隻となった。百三十一年十二月一日、篠の目は、 新編の第20駆逐隊へ転出し、第12駆逐隊は三隻編成となった。1933年2月1日、薄雲は第20駆逐隊に編入され、20× は吹雪型三隻となった。同年11月15日、駆逐隊編成の改定より、篠の目が第20駆逐隊に編入され、薄雲は第12駆逐隊に戻った。 1935年4月、満州国の愛新閣羅不義皇帝が練習戦艦、比叡をお召し艦として来日することになり、第十二駆逐隊はお召し艦、比叡の具部,部艦に指定された。第十二駆逐隊は、比叡を護衛して日本と中国大陸を往復した。同年9月26日、薄雲は三陸沖で演習中、 台風により多数の艦が損傷する第四艦隊事件に遭遇する。当時、第四水雷戦隊機関、中は第11駆逐隊、第12駆逐隊、第7駆逐隊、第8駆逐隊を率いて演習を行っていた。艦首切断に至った初雪や夕霧ほどではないものの薄雲は若干の被害を受けた1936年12月1日。 第20駆逐隊の解体により、篠の目が第12駆逐隊に戻り、12かけるとなった。第12駆逐隊は5警備戦隊や第2水雷戦隊に所属していたが、1938年末の艦隊編成変更で第2航空戦隊となった。1939年3月21日付で、佐世保初品方面への専務に従事し4月2日に、細島に帰着。 同年7月21日、行行に三指紋付紙巻煙草を貸しされる。8月3日より、昭和14年海軍省演習のため、第6艦隊に編入され、8月10日に、小松島発南洋方面遠洋航海を経て8月26日に、岸和田沖に帰着。8月30日付で、第6艦隊の編成を解かれ、第2艦隊に再編入の後、 11月15日の艦隊編成替えで第12駆逐隊は日光線から除かれた。1940年5月1日、日本海軍は、軽巡洋艦、川内及び第12駆逐隊と第20駆逐隊により、第3水雷戦隊を進編した。日中戦争に際して、同年7月以降、第3水雷戦隊は、第二次海始艦隊に編入され、 中国大陸へ進出する。河中での沿岸作戦、北部仏印新中作戦などに参加した。一方、薄雲は姉妹艦村雲と共に、大陸沿岸部封鎖作戦に従事中、保電子の強化湾、南日水道で日本軍が敷設した機雷に触来して大破した。総当戦を終えた、村雲は満潮時になるまで、水道通過を見合わせ湾内に停泊しており、 お先に、の信号を残して、短管執行した薄雲が植来する結果となった。薄雲は、村雲に台湾まで栄光される。そこから内地駅東し10月11日暮れに到着した。暮れ交渉で修理を行う。第12駆逐隊から除籍された後は、暮れ鎮熟食卒部隊として待機した。1941年2月14日に暮れを出発し、 16日、舞鶴港に到着した。クレチンジュ付赤第4に予備駆逐艦のまま、舞鶴防備隊の付属になった。3月20日、舞鶴防備隊付属の任を解かれる。舞鶴交渉で修理を実施しつつ、舞鶴で待機した。以後は1942年7月30日まで、修理と待機を続けた。1941年9月12日に内事された、 昭和17年度海軍戦時編成によれば、駆逐艦、薄雲は、姉妹艦、白雲と第51駆逐隊を編成する。さらに、第51駆逐隊は、空母、赤城及び、加賀と共に、第5航空戦隊を編成する予定とされた。しかし、太平洋戦争の勃発により本編成は、実現せず、第51駆逐隊が赤城、 加賀と行動することはなかった。1942年と1943年の行動1942年6月20日、池田修作少佐が薄雲駆逐艦長に任命された。7月31日、舞鶴海軍交渉における薄雲の修理が完了。同日、薄雲は第5艦隊編入され、北方部隊では主体に編入された。8月5日に、 マイズルを出発、大港を経由し、千島列島、アリューシャン列島方面に進出する。8月11日、薄雲は第六駆逐隊に編入される。8月15日、薄雲は北方部隊護衛隊に編入される。だが、第六駆逐隊は8月28日付で、機動部隊所属となり、北方部隊の指揮下を離れて、 ガダルカナル島攻防船に投入された。薄雲は第21駆逐隊に編入された。以後、薄雲は護衛部隊領艦や北方部隊所属の巡洋艦とともに日本列島北東方面での海上護衛作戦、紹介活動、アッツ島再占領作戦等に従事した。1943年2月10日から薄雲は呉で修理と整備を行った。 2月末に修理完了、サセボでの修理を終えた、従順洋艦、ナチを護衛して北方に戻り、3月4日、バラムシル島に到着した。この間、アッツ島で単独航行中の輸送船が、アメリカ艦隊に撃沈される、赤金丸事件が起き、日本軍は、護送船団方式に転換した。薄雲は、第一水雷船隊司令官の指揮下で行動する。 場合、第6駆逐隊、第3番艦として行動するよう発令されていた。3月7日、薄雲を含む第1次輸送船団は、バラムシルを出撃、3月10日アッツ島に到着して、輸送に成功した。3月22日16時、アッツ島への輸送を実施するため、第2護衛部隊は、バラムシル海峡を出発した。翌日には、 北方部隊と輸送船団も出撃した。3月26日、北方部隊と第2護衛部隊は合同に失敗し、細谷長官は合同命令を出す。3月27日午前2時、主体はコマンドルスキー諸島港高い域で、チャールズ・マクモリス少将を率いるアメリカ艦隊と遭遇する。単純人最後尾の電話、敵、権威を報じたが、アブクマは、 三峡丸、薄雲発見と報告しばらくしてから敵艦隊と気づいた。アメリカ艦隊を第2護衛部隊と誤認したことは第5艦隊関係者の余裕を奪い、その後の戦闘に大きな影響を与えたとみられる。3時55分、薄雲は190度方向に戦闘円を発見し、三峡丸を正方に退避させると戦闘に参加するため南下を開始した。 北方部隊指揮官は6時3分に薄雲と朝香丸へバラムシル帰島を命じ、7時25分にも薄雲に戦団護衛と帰島を命じた。海戦も日米双方が決定的戦果を上げないまま7時30分に終了した。3月29日12時15分、第2護衛部隊はバラムシルに帰島した。北方部隊の従順は内地に戻り、 薄雲や一水線はバラムシルに残った。3月30日、駆逐艦、雷と若葉の衝突事故が発生し、2隻とも従順の護衛を兼ねて横須賀に開港された。輸送駆逐艦は、伝統、薄雲に改められた。3月31日、第5艦隊司令長官は細ヶ谷中将から交わせ、白中将に変わった。4月1日、 白雪型区畜下2隻は第9駆逐隊に編入される。また4月1日付で実施された戦時編成改定により、第1艦隊から第1水雷戦隊と第3水雷戦隊が除かれ、一水線は正式に第5艦隊の励化となった。第9駆逐隊も第1水雷戦隊の励化となり、北方部隊に編入された。4月上旬から中旬にかけて、 第5艦隊は、駆逐艦、電と、薄雲によるアッツ島輸送を計画、実施したが、成功しなかった。アッツ島に対しては、潜水艦によって細々とした輸送が行われた。山崎安代陸軍大佐も以後第31、潜水艦によりアッツ島に上陸した。この頃、ガダルカナル島攻防戦や、ニューギニア方面輸送作戦で最前線を、 奔走してきた第9駆逐隊の満潮型駆逐艦、朝雲は5月下旬まで横須賀で修理と整備を行った。薄雲や白雲が臨時の司令駆逐艦となった。5月25日、第9駆逐隊司令駆逐艦は薄雲から朝雲に戻った。この間の5月12日、米軍はアッツ島に来襲して上陸を開始した。北方部隊や 連合艦隊からの増援部隊はバラムシルに進出、集結した。5月中旬から下旬にかけて、アムチトカ島空挺奇襲作戦が検討され、アッツ島に対しては奇襲と強行輸送作戦が実施されたが、悪天候により5月28日輸送作戦中止に至った。第一水雷戦隊は、アッツ島突入の気を伺っていたが、 山崎安代陸軍大災下日本軍守備隊は5月29日に玉砕した。一水戦は洋上で玉砕殿を傍受し、バラムシル駅頭した。日本軍はキスカ島からの撤退を決定して、化合作戦を発動したが、最初に実施した潜水艦による第一期撤収作戦は損害が多く、作戦中止に至った。そこで、 水上部隊による第2期撤収作戦が立案される。6月1日時点で、薄雲は北方部隊の軍隊区分において水雷部隊に所属していた。6月6日、第1水雷戦隊司令官森友和少将は急病で倒れて退任する。ビスマルク海海戦で負傷し、療養中だった木村正富少将が公認の第1水雷戦隊司令官となった。 同6日夜、第1駆逐隊と第9駆逐隊が共同で対戦相当を実施中、沼風と白雲が衝突する。朝雲と若葉が救援に駆けつけた。損傷した白雲はバラムシルに戻った後、続いて大港に開港され、修理に従事することになった。7月上旬以降、第9駆逐隊はキスカ島撤退作戦に加わる。 参加巡洋艦、駆逐艦は、アメリカ艦艇と誤認させるための迷彩とカモフラージュを行った。7月7日以降の第2期第1次撤収作戦は、同月15日に作戦中止命令が出され、主体、撤収部隊各艦は18日までに、バラムシル駅通した。七月十二日、第五艦隊司令長艦及び、第一水雷戦隊司令官式のも収容隊、 死体、燃料補給部隊という戦力が集結、バラムシリを出撃した。7月26日には、ノームで衝突事故も起きたが、連合国軍との遭遇はなかった。7月29日、撤収部隊は、キスカ島に突入、第1輸送隊、第2輸送隊とも、キスカ商兵の撤収に成功した。各部隊は7月31日から8月1日にかけて、 バラムシル駅通した。鉄州人員海軍2518名、陸軍2669名、遺骨30柱、合計5183名、もしくは5187名が、帰等、薄雲収容人数は478名と、記録されている。化合作戦遂行のため派遣されていた、増援の駆逐艦や潜水艦は任務を解かれ、内地に向かった。 キスカ島からの撤退により、日本軍は千島列島の防備強化に乗り出した。8月5日、日本海軍は第12航空艦隊と第5艦隊により、北東方面艦隊を進編した。第5艦隊機下の各部隊、各艦は北東方面部隊として、引き続き千島列島や北海道周辺での作戦に従事した。同年9月1日、 マイズル海軍交渉での修理を終えた駆逐艦霞が第9駆逐隊に編入され、9× は定数4隻を回復する。だが、朝雲は10月31日付で第10駆逐隊に転出し、第9駆逐隊は3隻に減少した。司令駆逐艦は霞に変更された。11月8日付で薄雲駆逐艦長は、 池田少佐から若杉周一少佐に交代した。1944年の行動1944年1月上旬、薄雲は大高型航空母艦の護衛を命じられた。1月8日、空母2隻、吹雪型駆逐艦3隻はシンガポールに向け、クレを出発したが、新高の機関故障により、大分県佐伯市で火白した。新高は、クレに開港され、シンガポールには、 海鷹と第六駆逐隊のみが向かった。連合艦隊は、薄雲と夕雲型駆逐艦の玉葉を神鷹艦長石井芸工大佐の指揮下に入れた。1月19日、新鷹は徳山沖で試運転を行うが、1月21日に呉へ開港された。新鷹の機関部長は深刻で、7月上旬の日69、戦団越えが、 新高の初出撃となった。薄雲は霞と合流し、23日より、呉れ交渉でレーダーの残光人を実施した。結局、薄雲と玉派が新高を護衛して航海する機会はなかった。2月7日、薄雲は従々に洋艦那智を護衛して内海西部を出発、北方に向かった。二月九日、那智と薄雲は大港に到着した。 翌10日、第5艦隊機関は、多摩から、那智に戻る。また大港に、第9駆逐隊が揃い、しばらく整備と訓練を行う。2月15日、第5艦隊司令長官は川瀬中将から島清秀、中将に交代した。戦前の華々しい宣伝とは裏腹に、日本海軍の対戦兵器と対戦戦術は問題を抱えていた。さらに、 北方の悪天候と低水温が潜水艦の捜索や沈没艦生存者の救助を困難にした。2月28日、薄雲は松和島守備隊を乗せた輸送船3隻を護衛して大港を出撃した。3月2日、深夜、赤石山丸は米潜水艦サンドランスに撃沈される。全乗船者が戦死した。3月3日、船団部隊は 松和島に到着したが、悪天候のため翌4日に、両洋丸が座礁した。両洋丸は、松和島に格座したまま、終戦を迎えた。薄雲が、戦団護衛中の3月1日、第9駆逐隊に、白縫い型駆逐艦白縫いが編入され、9るは、定数4隻を回復した。3月16日遊国、第9駆逐隊は輸送船4隻を護衛して、 クシロを出発した。同16日深夜、ウルップ島に向かう、途中のアイカップ岬60キロメートル沖で、米潜水艦、東都グの襲撃を受ける。ひかみなりした、白雲は強沈した。東都グの雷撃により、日蓮丸も撃沈された。霞が敵戦制圧を実施し、薄雲は、戦団部隊を護衛して、クシロに退避した。白雲艦長以下前。 乗組員が戦死した。日蓮丸も多数の戦死者を出した。白雲の助跡と共に3月31日府で第9駆逐隊は解体され、残存駆逐艦3隻は新たに編成された第18駆逐隊に所属する。第18駆逐隊は引き続き、第5艦隊霊下の第1水雷戦隊に所属した。6月中旬、マリアナ方面の戦いが始まったことに伴い、 第五艦隊各艦は横須賀に集められた。第五艦隊と増援部隊は不装型戦艦、山城と共にサイパン島へ突入する準備を行う。薄雲は両艦と共に横須賀海軍交渉で大発土堤の搭載工事等を行った。だが、マリアナ沖海戦の惨敗やサイパン地上戦の情勢に鑑み、作戦は中止された。 6月末から7月上旬にかけて、第5艦隊や第11水雷戦隊が、洋島防備強化のため、小笠原諸島方面輸送作戦に従事する一方、薄雲と第7駆逐隊を呼び、帝陽丸は大港へ戻る。7月2日には、小樽へ移動した。7月5日、木村司令官は、薄雲から霞に正気を移した。 1944年7月5日、駆逐艦3隻という総選4隻で編成された、木504船団部隊は、小樽港を出発した。7月7日16時14分、オホーツク海を航行中の、木504船団部隊は、米潜水艦、スケートに襲撃され、ひかみなりした、薄雲は沈没した。若杉駆逐艦長を含め、薄雲全。 乗組員267名が戦死した。使用でも可士官1名が戦死している。日本側沈没地点記録北緯47度36分、統計148度10分、北47.600度統計148.167度、47.600148.167。米軍による沈没地点記録北緯47度43分、 東計147度55分、北47.717度東計147.917度、47.717、147.917。7月9日には、太平丸も、米潜水艦、サンフィッシュに撃沈され、朝鮮中の朝鮮人労働者を含めて、多数が戦死した。第7駆逐隊や、応援部隊は、対戦相当を行うが、 霧のために効果を上げられなかった。9月10日、駆逐艦、薄雲は初雪型駆逐艦、第18駆逐隊、帝国駆逐艦席より除籍された。艦長たちの軍艦誌270から271ページ、日本海軍誌、第9艦、第10艦の召喚履歴による、階級は就任時のもの。ありがとうございます。